このお腹の状態がこうなりました。約2ヶ月、体重で言うと7キロ減りました。毎日やってるメニューがこれ。膝を抱えて腰を伸ばしましょう。あと、腰が硬いとどうしても姿勢が悪くなるんで、しっかり腰をね、伸ばしてあげて、腹筋メニューに入ります。頭を起こすの辛い人は寝てもいいです。必ずウォームアップをね、してから腹筋メニューをやってました。うつ伏せで手を脇の下ついて体を反らしましょう。しっかりお腹を伸ばすことで腹筋の収縮がね、可動域上がります。できれば息を長く吐いて、お腹と腰のね、筋肉の柔軟性もね、すごく大切です。 OK、 座ったままで手をお腹に当てます。息を長く吐いてお腹をどんどん引っ込めましょう。あと腹筋中に息が止まってしまうとお腹引っ込める効果半減しますから、とにかく長く息をね、ふーっと吐けるようにしましょう。どんどん収縮させて息を長く吐く。吸うのは一瞬、強く吐くことでね、しっかりお腹が引き締まります。 OK、 それでは腹筋メニューに入ります。できなくても最後までやってください。まず起きた状態で手を伸ばします。体を左右に振りましょう。息を1回ずつ吐く。手を遠くに伸ばして、OK、 今度は手を前に伸ばしたまま息を長く吐きましょう。間を少し長めにとってます。前半はゆっくり休みながらしましょう。後半はね、辛くなってきますから、息を長く吐く。息吸う時もできれば戻らないように起きたまま。オッケー。これね、休憩が短いとすぐねリタイアしちゃいますから、ちゃんとね20秒休んでいきましょう。今度はね、足を曲げてゆっくり伸ばして戻します。息を長く吐いて、ふーっと、ふーっという呼吸で OK。次はね、膝曲げたまま少しだけ横にね動かしましょう。時計の針でいうと10から2ぐらいの幅を動かしてください。息を長く吐きましょう。一往復で一呼吸な感じです。少しずつレベルアップしていきますからね、この間をしっかり休んでください。よし、今度はね、足を伸ばして戻すっていう動きです。息止めないように、腰ができるだけ浮かないように、曲げたら腰を床につけて、ついたまま頑張ってキープです。
ケー。ゆっくり休んでいきましょう。今度は膝曲げたままで体を起こして手を振ります。息をね、ふっふっふって吐く感じで。じゃあ行きましょう。うおー、効いてきてる。よっしゃ、今度はね、膝をパカッと開いたまま手を伸ばし戻る。さあ行きましょう。体がね、起きれなくてもいいです。こんなでもいいです。体が少し上がってればね、腹筋使ってますから、息止めないようにだけして。オッケー。今度膝パカッと開いたままゆっくりね、上げ下げしましょう。休んでください。さあ行きますよ。できれば腰床つけたままで、足の力をできるだけ抜いてください。オッケー。じゃあ今度は手を前に伸ばして、このまま左右に膝をタッチしていきましょうか。足肩幅の状態で、手の幅は決めたまま。いや、腹筋が弱ってくるとね、思うより動けなくなるけど、いいです。最後までいろんな腹筋メニューをやってください。よっしゃ、今度はね、足を伸ばします。このまま手をももを置いて、太ももをこする感じ、上向いたままで。一回ずつ息を吐きましょう。マイペースでいいですからね。疲れてね、きついメニューとかは休んでください。オッケー。よっしゃ、次からはうつ伏せです。まずはね、手も足も肩幅、膝ついたまま体を持ち上げて腰を丸める。ぎゅっと丸めて、緩めて、丸めて、緩めて、繰り返します。息止めないように。オッケー。しっかり休んでください。あと少しです。今度今のお尻をね、振りましょう。腰丸めたままで。お尻が上がるとね、あんまりウエスト効かないんで、お尻をしっかりキュッとね、締めたまま。オッケー。あー、腹筋効いてきてる。よっしゃ、今度はね、膝つけずにお尻を上下に動かす。息止めないようにしましょう。
腰丸めたままで、あと少しですから頑張って。オッケー。いやー、これね、休憩20秒あるけど、初めは20秒長いなと思いましたよね。ですが、だんだん20秒で短いっすよね。すぐ時間が来ちゃう。よっしゃ、今度は足踏み。これが結構きますよね。できないメニューは休んでください。オッケー。よっしゃ、あと少しです。今度は手をちょっと前に出して、膝ついたまま体を持ち上げる。あと少しです。頑張っていこう。首が上がらないように、息止めないように注意です。オッケー。うわー。